できないでしょう。てめえ、さっきから聞いてりゃベラ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 、うちのソフィーに随分好き勝手言ってくれてんじゃねえか。面出す度胸もねえ陰湿陰険ジメジメ野郎が。ちょっと、うん、思いつく限りの罵声を浴びせているな。スカルバグだ、ムカツだ、んなことてめえに決められる筋合いはねえ。ソフィーは大事な仲間だ、それがすげえんだ、それが一番なんだ。ガイアがどうこう言ってんじゃねえ。おいおいスカル、お口が悪いぜ。怪盗団ってのはもっとスマートに。だが今は許す。バーカバーカ、あなたたちの主張が理解できません。ムカついたんならとっとと出てこい、ぶちのめしてやる。我が輩たちが相手だ。答えを与え導く、それができて初めて人を幸福にできる。いずれそれに気づく時が来るでしょう。どういうことだよ。逃げやがったか。なんか出てきた。こいつトラウマレームの。なんでここにいんだよ。セキュリティが目を覚ましたみたいだ。来るぞ、万人が来るぞ、構えろ。おいソフィー、ボケっとすんなよ、一緒にこいつぶっ倒すぞ。ソフィー今はこいつに集中しろ。すまない。んだわ、暗いな。どけろって、こいつは当然だな。どけろ、なんとか倒せたな。つか結局あの声って何だったんだよ。声ソフィーとそっくりだったよね。これってまさか鳥籠が崩れる前兆ね。急いでここを出ましょう。くそ、いろいろおかしすぎんだろ。もうほんとここってどうなってんの。あ、キングではなく万人を倒して鳥籠が崩壊すると。それも
キングがいなかったからかもな。まあこれで願いも解放されただろう。島の奴らも元に戻ってるはずだ。そうあってくれ。もうあんな B 級ホラーな思いはまっぴらだ。みんなごめん。ソフィ、結局私のことは何もわからなかった。無駄なことで振り回してしまった。そうだよ。それにソフィのことだってきっといつかわかると思う。ああ、それに分かったこともある。あの声に無価値と言われたら悲しいと感じた。だけどみんなが怒ってくれて今度は嬉しいと感じた。その後はずっと、今もプカプカしてる。私には仲間がいる。私は一人じゃないって分かった。ありがとうジョーカー、ありがとうスカル、モナ。なんだよ、今更分かったってそれかよ。まあ俺はムカついて怒っただけだしよ。わ、我輩はスカルを止めようとしただけで。おやおや、二人とも照れてるのか。マスクまで真っ赤よ。は、そんなんじゃねえし。てかマスクは色変わんねえだろ。モナは黒くてわからんな。別に照れてねえし。じゃあそろそろ戻ろっか。現実でまで追っかけ回されてさすがにヘトヘト。じゃあ現実に戻ろうぜ。はあ、帰ってきたらどっと疲れたわ。てかもう朝じゃん。通りで眠いと思った。とりあえずお疲れさん。でどうだった、キングはドイツだったんだ。やっぱり島の人間か。マリスのことは全吉もろもろ後で連絡する。今はとにかく寝かせてくれ。げ、激闘だったみたいだな。ちょっと待ってろ、車の様子を見てきてやる。ああ、様子が分かったら連絡する。考えてみた、船旅に海水浴にバーベキューに、そこから一気にジェイルだったからな。さすがに我が輩も疲れたぜ。前半は遊びだけどね。まだ収穫のあるジェイルだった。あの鳥かごで聞こえた声誰だったのかな。どうせろくなやつじゃねえだろ。ソフィアの声真似なんかしやがってよ。お、前吉から電話だ。キャンピングカーに戻ってきて大丈夫だぞ。途中も島の連中は見かけなかった。お前らのおかげかどうかはまだわからんが、とりあえず今は安全そうだ。よかったわ。じゃあ戻りましょう。おいしいよ、おいしいよ。何だ。ああ、早く寝た。つか、何もかもおかしなジェイルだったよな。そういえば、なぜあそこでは願いが実体化していたんだ。予告状出してなかったのにね。まあ、間違っちゃいねえだ。ボイスレコーダーから察するに、所長は黒幕に願いを渡せと脅されてた。きっとそれは予告状の役割を果たしたんだ。よ、ゆっくり休めたか。島の人たちの様子は？心配ない、みんな正気を取り戻してるみたいだ。至って平和さ。まあ案の定揃いも揃って、ここ数ヶ月の記憶が曖昧だって言ってるわな。そういえばキングがいなかったのに、どうして島の人たちは狩り紙したり私たちを襲ってきたりしたのかな。それも含めて実験だったのかもな。あとキングのことだがな、それらしい遺体が見つかった。あの研究所の所長だ。研究所の崖下で死んでいた。名前は生方修造、業界では有名な AI 研究者だったらしい。検視はこれからだが、お前らの話から察するにおそらく自殺だろう。自殺。あの人もただ黒幕に騙されてただけなんだよね。ジェイル実験から逃れるため身を投げた。そんなところか。時間は経過していたが遺留品があって助かったぜ。身元がすぐに、なんつうか、ん？おっさんってさ、そういうの淡々と喋れんだな。あ、そうだな。まあそういう仕事だからな。それで遺留品から研究所の鍵が出てきた。これであの中に入れるぞ。鍵って勝手に入っても大丈夫なの？不法に侵入して手に入れたものじゃ証拠能力がないはずでしょ。いや、死体が出た以上関係施設は操作する必要がある。入っても大丈夫だ。もっとも、もう何も残ってねえかもしれねえが。え、なんで？しばらく前にトラックが何台も入って慌てて中の荷物を運び出してたって話だ。証拠は消されちまってる可能性が高い。だからといって調べない手はないだろ。何か残ってるかもしれないからな。ああ、黒幕の尻尾掴んでやろうぜ。淡々とか。
見つかんねえ。ジェイルのジェの字も出てこねえ。あるのは表向きの報告書ばかり。やっぱり手遅れだったのかしら。今更だけど現場保存とかいいのかな。偶然見つけちまったなら仕方ねえだろうが。今のは聞かなかったことにしましょう。みんなお宝見つけたぞ。 USB メモリー所長室にあった。おーでかしたったな。てかよくそんなもん残ってたな。そういう大事そうなものって真っ先に持ってかれちゃいそうだけど。でも大事っぽいのは間違いないぞ。引き出しの二重底に隠されてたからな。そんな隠し場所よく見つけたな。まだ見つけたのはソフィアだけど。人が物を隠す場所ベスト10をサーチした。おいモルガナ、ソフィアに負けてんぞ。張り合ってねえよ。じゃあ早速中を見てみましょう。いけそうかサクラ。おう、パスワードかかってるな。こんな既製品レベルちょちょいのちょいだ。よし、やれたぞ。これは何のリストだ。人名が列挙されているようだが、ここの職員の名簿とかか。違うわ、これここにリストアップされている人たち、みんな各界の名だたる大物ばかりよ。大物？じゃあスポンサーのリストとか。この名前最近どっかで見たような。この吉川ってやつ、数週間前に公文書の改ざんを告白したやつだな。そういえばこっちの人は先月汚職を告白した札幌中央市の市議会議員だわ。それってマリさんが改心させた人。じゃあこのリストって決まりだな。これは黒幕が改心させようとしている人間のリストだ。なんでこんな大物ばっかり。黒幕の目的って一体何なんだろう。それはまだわからねえな。ここから先は一旦俺が預かるぜ。このリストをどう使う。ここに上がった奴らの利害関係を一から洗うのさ。この人たちが改心することで一番利益を得る人物、それが黒幕ってことね。そういうことだ。時間はかかるかもしれんが必ず突き止めてやる。歩けるのはいいけど、茜のとこちゃんと帰れよ。分かってるっつうの。しかし今回はいろいろと善吉に助けられたな。家に泊めてもらったし、襲われるのも回避できたし。やるじゃん善吉。おっさんも結構馴染んできたし、もう仲間ってことでいいんじゃね。どこの世界に怪盗一味に入る公安がいるんだよ。とにかく俺は一度府警に戻る。お前らはどうする。善吉が黒幕を突き止めるまでやることがないな。とりあえず善吉と一緒に京都に戻る。また神戸まで船かよ。あれ酔うんだよな。じゃあ九州に行ってみない。それならあんまり船に乗らなくていいし、九州にジェイルがないかも確認できるんじゃないかな。ああ、ラーメンは外せないな。俺はもつ鍋を処方する。だからなんで鍋ばっか食いたがるんだよ。お前らは九州だな。分かった、俺は黒幕を突き止めたらまた連絡するぜ。フェリーは検索した。今から行けばすぐ乗れそうだぞ。よし、ジェンは急げだ。準備して乗り場に向かうぞ。なあなあ、次のモチーフは、ん？そうだ。そういえば、行こう。お買い上げだな。これでいいか、装備するか、役に立ててくれ。
お疲れ様です、管理官。今帰りのフェリーに乗ったところです。すぐ圏外になりそうなんで、手短に話します。ご苦労。話は県警から聞いた。死体が出たそうだな。研究所の方はどうだった？配信対象者と思われる人物のリストを手に入れました。配信対象者だと？はい。文書改ざんを告白した吉川次官と、札幌中央市議会議員の名前が載っていました。彼らを改心したのはマディスということか？おそらく。マディスが改心を使って何かをしているのは間違いありません。リストに載っている人物とマディスの関係を洗えば謎が解けるわ。すぐに資料を共有します。俺も府警に戻って調べるつもりです。よくやった、長谷川。これで事件解決に一歩近づく。ありがとうございます。この件、やはり怪盗団は無関係でした。あいつらのおかげで真犯人を挙げられるかもしれません。嬉しそうだな。え、そんなことは。まあいい。ここから先、事態が一気に動く可能性がある。用心を怠るな。誰が敵かわからんぞ。わかっています。では、また報告します。しまってんな。事件の解決を願うのは俺たちも同じ。協力はしたいところだ。そうね。私たちは私たちでジェイル探しを続けましょう。もうすぐ福岡市内に入るわ。ソフィア、何か感じる？感じない。沖縄みたいに変な感じもしない。福岡にもジェイルはなしか。博多周辺は人口も多い。これまでの傾向から可能性は高そうだったな。全部の都市は回れないし。俺運ゲーだな。でもないに越したことはないよ。そうね、福岡にはないって分かっただけでも収穫。あ、いた。どうした、誠？ちょっと腰が。さすがに長時間の運転が答えてきたみたい。やばい、緊急事態だ。可及的速やかに救急タイムするべし。大丈夫、誠ちゃん。ごめんね、ずっと一人で。できるだけ急いで九州を回りたかったんだけど。もう切り上げてゆっくりしよう。いろいろ疲れが溜まってるし。じゃあ今日はきちんとした宿に泊まりましょう。体を休ませなきゃ。そうだ、無理は禁物だ。今日は福岡で一泊としよう。ありがとう。じゃあ高速降りるわね。やってきたのよ、福岡。チコッパシャレコンさ。何語だよ、適当方言使ってんじゃねえ。ここが福岡の玄関口、博多駅か。へえ、福岡なのに博多駅なんだな。つか福岡駅ってどこや。福岡県に福岡駅はない。福岡駅があるのは富山県だ。嘘、富山県？じゃあもしかして富山駅は博多県にあったりして。まあ細かいことはいいんじゃないかな。この辺りが福岡市の中心地ってことで。そうだね、早く宿を決めましょう。まこちゃんを休ませなきゃ。ごめんね、気を使わせて。んじゃ、がっつりうまいもん食ってまことに栄養つけてもらおうぜ。というわけだ。ソフィア、もろもろ頼む。もろもろ OK だ。もう宿は確保済み、店も任せろ。仕事早いな。さすがはソフィアだ。じゃあ早速宿に向かおうぜ。
乳白色のスープに目の覚めるようなネギの青、そこに紅生姜の赤を添えれば、この三位一体がもたらす色彩の妙、どんのキャンバスに権限した奇跡の美だ。食べないと冷めるよ。谢谢广告。剪辑：小逆。拍摄：小逆。最后别忘了点赞、关注、评论、收藏、投币。